どうも川口です。弓川です。ボルトボールです。 YouTube ピースピース、はい、ということでございまして、はい、ありがとうございます。松竹芸能養成所からお届けしておりますけれどもね、今日はでもちょっとね、広い場所が必要やったんですよ。あ、そうなんですか、何するんですか。実はちょっと新しいゲームを私考えました。よいしょ、ありがとうございます、うん、昔覚えてます、豚ミントンっていうのゲームがあったんです。ありました、ありました、おもちゃでね、そう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 、豚の鼻から出る風で羽をこう相手のコートに入れるみたいな、ね、そう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 。昔僕貧乏やったからね、あれ欲しかったんやけど買ってもらえんかったんよ。いらない、そういう情報別に、そこいらないですよ。あったなーでいいんです。別に買ってもらえなかったんですよ。マイナスのエピソード別に挟まなくていい。どうしてもやりたいんですけど今売ってないんですよ。ですから、はい、今回その豚ミントンをサイエンスにかけてやってみようかと思います。なるほど、名付けて空気砲バドミントン。いやもうそのまんまやん。よいスタート。どっち？どっち？こっち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 。ノー得点。ない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 。ここまでしてないの。ちょっとルールがもう豚ミントンやから。ああ。よし。ああああああ、うまうま。一点。今のはうまいやろ。ネット際の町寿司。じゃあ、そう。いきます。よし、はい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 、やだ、あっ、やっしゃう、チョレイ。くっそー、今の悔しい。逃げた。だって空気砲やもいけんねんもん、相手のエリアに。まあまあそうか、いってん、くそ、よし、あた。今のは純粋にいいサーブやった。なかなかやるな。よっ、よし、あっ、しょう、チョレイ。思いのほか楽しい。いや、だ、おし、あ、よし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 、何今の、チョレイ。じゃあこのここに指が挟まった。関係ない関係ない。これ。よし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 、じゃ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 、かけない、今のせこい、せこい、出てるやん、コート出てるやん、なあコート出てるやんかな。よし、ルールなしてないやんか。来てるよ。
か。それは本気だ。あたー、よっしゃよっ。悔しい。さあということで、はい、空気用バドミントン、はい、今回の結果は、うん、さあうちの勝利。はい、ということでね、いやいやいや、本当に、まあ、ちょっとルールがね、はい、なんかむちゃくちゃなっていったところもありましたけども、まあ、今後ちょっとしっかりと思うんで、そうですね、しっかりとしたルールを作っていきたいと思います、はい、全日本空気砲バドミントン協会を立ち上げてね、はい、しっかりと協会表明を作ってね、はい、もうね、羽もこれでいいのか問題は多分あると思うのでね、そう違うなんかこれがいいよみたいな素材を見つけていただいた方はね、うん、コメントで教えていただいたらそっち採用になる可能性もありますし、やっていきます、はい、ということでね、みんなで家でやってみてください、はい、ということで YouTube YouTube ピースピース忘れてたよ。